久しぶりの動画アップです。よろしくお願いします。相変わらず申し訳ないんですけれども、爪のやつ、私は爪が弱くてですね、マニキュアとかあんましないっていうかタイプなんですけども、おしゃれを楽しんでほしいということでお友達にいただいたんですけども、唯一まだ慣れてなくてですね、唯一残っての親指っていうことでよろしくをみたいな感じですね。で、あとですね、リクエスト内容というか、リクエスト内容じゃないな。好きな人といつ会えますかっていうことですね。を占っていきたいと思います。話しながらやっていくか、これはとりあえず、まだこれ使ってないんですけどね。私の指が入っちゃった。ごめんなさい。使ってないんですけど。親指だけ残ってます。いうことで、よろしく的な感じでお願いします。でですね、質問はですね、もうこれだけでも十分かなって私には思ってるんですけれども、質問ですね。好きな人にいつ会えますかっていう内容です。で、内容なので、オラクルカードも2つ用意しております。シャーマンと、他にも今日タロットの78万のやつをどれを選ぶかと思ったんだけど、一番こっちが分かりやすいかなって思って、とりあえず行ってみましょう。私の好きな人にいつ会いますかっていうことを占っていきたいと思う。意見も神々でごめんなさい。もう神すぎてごめんなさい。ちょっとやってみましょう。いつ会えますかっていうことで、ある意味数比的な感じだと思うね。で、ですね。これはもうダイアルからだけなので、もう強い感じで、ちょっとほんまに小指だけよろしくみたいな感じで、この前ちょっとまだ慣れてないもので、今からちょっと慣れていこうと思いますね。もう一回行きましょう。会えますか的な感じでよろしいでしょうか。お願いします。教えてください。いつ会えますかっていうことね。好きな人といつ会えますかっていう感じでいいと思いますね。でこれはシャッフルはどうなの。こっちでもいいな。こっちでもあるけど、あるだけど、ってどこの人なのかわかんないけども、ジャンピングじゃなくて、ちょっと行きましょう。まあ、好きな人にいつ会えますかみたいな感じね。とりあえず行きます。
であるからだけなので、ちょっと強いというか、あの結構はっきり、私が読み間違えなければはっきり出るかなっていうことは思います。もうめくった方がいいかな。逆にめくった方がいいかもしれないけど。なんで最初からめくらんねやっていう感じなのかな。どうなんやろ。で。後でなんかしっくりいかない場合は補足をしますので、っていう感じで、が私にもよくわかりませんが、で、あ、ほんまや、最初からめくっとけばよかった。まあまあまあ、よろしいでしょう。よろしいとしましょう。で、めくっていきますよ。いきますか。はい。そうですね。あら。これね。現在ですね。ちょっと、これだけで見ますね。とりあえず2枚だけを出しました。いつ会えますかっていう話なんだけれども、恋人じゃないみたいな感じになってると思いますね。いつ会える別として、で、これは、ちょっと崩れ落ちる感じなのかなっていう、ちょっとこれはネックになってることなんだけども、ちょっと崩れかけなのかなみたいな感じなんだけど、数秘を知りたいだろうなっていうことで、で送っていきましょう。正義とどんどんめくっていきますね。で、これもめくっていきますね。で、めくっていきます。いきますよ。ちょっと待ってくださいね。見えないかもしれないんで、ちょっと、見えない。こういう感じ。今度いつ会えるっていう、好きな人といつ会えるっていう感じなだと思うんけれども、ちょっと入りきれないのでちょっと縮小できるんかいっちゃう話なんやけど、とりあえずコンパクトにまとめたいと思います。ちょっと歪ますけどすいませんね。という感じでいきたいと思います。で、これこれ11本ジャスティス、正義のカードね。何が正義なんなのかありますよね。人にとって違うし、でも政治で来てるから、恋愛でしょ。恋愛の場合なので、これ11番なんだけど、顕在意識というか、潜在意識と顕在意識があって、
これは倦怠意識というかがあった場合にですね、多分自分の気持ち、相手の気持ち、相手のことを聞きたいのかな、どっちかなっていう、相手のことを聞きたいんやろな、多分ね。でこの、カードっていうのは、冷静に公平に客観的に正しく判断できる、整地できてますので、これ健在意識なので、で相手の気持ちを言っていきましょうか。相手の気持ちはですね、冷静に分析しているってやつですね。んで、誰かと比べているって感じかな。で、与えた分の見返りが欲しいっていう風に、これ、顕在意識は出てます。それはお相手さんの気持ちね。で、ほんでもってやな。潜在意識ね。潜在意識が女皇帝の逆ね。そうて、2番ね。女皇帝の逆。とりあえず相手の気持ちだけ言ってみましょう。女皇帝の逆。なんかちょっとイライラしてるっていう感じかな。したと思うというか。厳しくてイライラしてしまうって感じだと思います。で、相手がですね、イライラしてます。白黒決められないっていう、細かいことが尺に触る的な感じだと思うね。むっちゃあの、揚げ鑑定じゃないのか申し訳ないですけども、カードのまま申し訳ないですけども、教科書通りみたいな感じになるかもしれないけども、教科書で読めない場合は、また、出しますけれども、そんな感じかな。わかってるかな、わかるかな、これで。これわかるのかわかんないけど。で、もうこれはもう格好なんで、自由というか、危なっかしいというか、まあ、犬がここ気つけやーみたいな感じで言うてはる、これね、これは格好ですね。自由というか、はい、格好なのでいいですね。勝手に決めちゃったけど、で近い未来、ね、近い未来が、あ、皇帝出てるじゃん。皇帝出てるから、皇帝が何番や、4番正位置で出ます。なので4番は近い、あ、そうよね、多分、相手の気持ちじゃないね、相手の気持ちを言ってみましょう。わかりました。愛情があるっていうことに対しては信用してると思います。でも、相手さんはですね、自分からは謝りたくないみたいなね。でも、別れる気持ちというか、
所有意識が強いっていう感じに出ております。相手さんの気持ちだけを読んでおりますということで、当事者の状況はええんかな。当事者の状況いる？いる？いるかな？いるかな？やろ。行きましょう。おー、逆ね。日にちなんだけどね、日にちをとりあえず調べたいんだろうけど、日にちももう一回あの補足で出しますので、少々お待ちあれ。なんかちょっと複雑な感じかな。なんかちょっと複雑すぎやな。お相手さん複雑っぽいな。これね、そのまま読みます。お相手さんの気持ちを読みますね。結婚は考えてないっていう感じかな。あ、でもさっきと全くちゃうな。さっきは信用してるって言ってたけど、なんか裏腹？I'm a me, my みたいな。なんかこう、ちょっと、わかりにくい感じなのかな。いまいち信用できないと、お相手さんは思ってる感じ。疑ってしまってる感じだと思いますね。なんだろうね。なんじゃろうか。これ。デビルの逆。お相手さんの気持ちだけを見ましょうかっていうことで、デビル逆出てます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと老眼かかってるので、数日が間違った、ごめんなさいね。間違ったかもな。ああ、そうやっちゃうな。これって逆向いてるんですけど、徐々に心を開いてきてる感じかな。例えば、怪しい恋愛の場合は、相手は気持ちが冷めるっていう感じで出ております。なので、複数を愛せる人間とかいると思うので、私はちょっとそこは何とも言いませんけれども、相手さんの気持ちはこういうことですね。ちょっとさっき信用してるもあったんだけど、曖昧やねんな。なんかがちょっと曖昧に
思われてるというか、徐々に心を開いてきてはいるんだけど怪しいと思われていると。でこれが、力のカードね。わおわおわおって感じ。結果ね、相手の気持ちがし、8番、これ切るか。誰が自信があるんやろうな。相手の気持ちだけを言えば、相手の気持ちだけをとりあえず言いますね。扱いにくい相手だと思われています。なかなか口説けないというか、説得するのが難しいっていう感じに捉えてると思います。で、本人さんもあなたこの手でね、振り向かせようっていうのもあるとは思うんですけれども、ちょっと疑いとかもあるのでっていうことだと思いますね。どんだけ本気かって、自分に対してどんだけ本気かっていう気持ちをっていうことだと思います。で、なんかすっきりしないんですよね。これだけでは日にちを言ってたので、日にちをこれでシャーマニックで見たいと思います。日にちをね、こっちで勝手にこっちで左側でちょっとし、こんな感じでやりますね。左側でやりますね。こんな感じで左側でこんな感じで、すごい答えが出そうやねんけどね。見えてます。なんか違う。どんな狭い感じ。ジャンピングで行ってみましょうか。じゃあちょっと待ってくださいね。なんだけど、ちょっと待ってね、私勝手にこっちでやったってけど、何も見せてないけれども、行きましょうか。とりあえずちょっと戻しますね。日にちを出していこうと思います。日にちと気持ち、日を出してください。いつ会いますかっていうことね。ジャンピングが出たがってるかどうかの問題もあるんだと思うんだけど、煮たとして、こう混ぜたとしても私は正位置で取るので必要ないなこれ。出なかったで、ちょっと出たがってないかもしれないな。日にちを教えてください、そして気持ちを教えてくださいみたいな感じでよろしいでしょうか。よう飛んだ。これでいこうか。3、4なので、
ちょっと気持ちだけを。結局知恵のカードというか知恵のカードっていうのが出たんだけれども、2パターンいきましょう。ですね、7、7の数字、7の数字、もう今からやったら7の数字もないな。今日が、29なので、あ、3月4日とも読めるんだけど、ちょっと待ってください。旧暦で見てみますので、ちょっと待ってくださいね。2月でしょ。旧暦の。まあそれな、3月4日から。ちょっと待ってくださいよ。こういう感じで、だいたい旧暦って1ヶ月後ぐらいに遅れててっていうのを母親に教えてもらったんですけれども、それを今ちょっと調べてるんですけども、あ、これやな。4月の14日4月の14日っていうのは金曜日か、金曜日、ちょっと旧暦で見てるんだけれども、4月の、14日金曜日ですね。で、あともう一個引きましょう。こういう数字あったかな。これじゃないな。何かが違うな。これでいこうか。何か。あと一個これでいこうか。数値を教えてください。ってことで、さっき言ったのは4月の旧暦で見ました。14日ね。これね。ちょっと待って。なので、その見るのもあれだと思うねんけどな。ちょっとなんか、1日、エイプリルフールや。エイプリルフールやねんけども、1日ってことは、これ土曜日やな。土曜日やな。あ、土曜日の方がいいかもね。これでいいんじゃないかな。ちょっと、バランスが取れる日っていうのは1日っていう風に読んだらいいかな。
例えば、1がつく日、1がつく日を意識してみてください。4月1日っていうのはあると思うんだけどなエブリルフールやから前ちょっとどうかなと思うんだけど、1っていう数字をちょっと意識してみてください。で、その1っていう数字を意識した場合に、こっちの数字、さっきの、7っていう数字も意識するのもありやと思うんですけども、7っていう数字も、4っていう数字も言い出しゃきりないので、さっきの旧暦のやつは忘れた。何やったか忘れた。旧暦は何やったかな。34で何やったかな。忘れた。とりあえずこれ旧暦で打てるもん。めまいがするな。体調にお気をつけくださいっていうこともあると思うな。それよりもね4月じゃないかもしれんな。まあ、ちょっと待って。ああ、それね。さっき言うたんじゃん、どうやったかな。ああ、ちょっと読み返せばわかるか。あ、で、まあ、とりあえず、こっち行きましょう。こっちで、1日、1のつく日を意識してみてくださいっていうことです。この方がバランスが取れる日やと思うので、これで数比的にはいいのかなっていうふうに思います。バランスね。これでよろしいでしょうか？わからんけども、どう、私はちょっととりあえず久しぶりに、今までちょっと、小口でというか、ちょい、YouTube に出さずにですね、ちょこちょこ、自分の勉強のためにも、ちょこちょこ人を見てましたっていう感じですね。なので、今日は久しぶりに出しました。そんで、他にもいっぱい喋りたいことがいっぱいあったんですけれども、とりあえず、好きな人にいつ会いますかみたいな感じで言うならば、1日を意識してみてくださいっていうことだと思います。それでは、おやすみなさい。で、チャンネル登録をしてくれた方ありがとうございます。一周年記念みたいな感じも出したかったんですけれども、私、ちょっと、4月にですね、ちょっと、忘れた。あかん、大事なこと忘れた。ですね、私の、まあまあまあ、
それは、今日ね、いろいろ手紙をいただいたりとかしたの。ちょっと私文章力に欠けてるもので、文章を書いてくれた方がいましてですね、私の言葉でちょっといろいろと伝えたいと思います。なんかいろいろとねありますので何が言いたいねんちゃうんじゃないけど、とりあえずおやすみなさい。